土方久明のオーディオ最先端第5回ということで、5回目まで来ましたね。はい、で今までずっとちょっと前もネットワークだったりとかダックだったりとかデジタルで来ましたけど、はい、別にデジタルがオーディオの最先端っていうわけでもないですよね。そうですよ、うん、ね、なんかデジタルってやっぱハイレゾとかが随分普及して良くなっていったと言われるけど、うん、それに対抗するように対デジタルでアナログの機材ってすっごい今進化してるじゃないですか、はい、しかもどん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 アナログの LP1 の、はい、あの売り上げがどんどんどん上がってきてる、はい、もうほんとダウンロード販売とか CD なんかやるか、はい、もう完全に市場としてはストリーミング対 LP みたいな感じですよね。もうなりつつありますよね、はい、なんかオーディオショーでもなんか2年前のあのインターとかもうアナログばっかりでしたよね。いやそうです、海外のショーお仕事から行きますけど、はい、そこでもやっぱりストリーミングはレコードなんですよ。ああもうそういう時代だ。はい、でさ、しかもレコードの音最近めちゃくちゃ良くなってますよね。良くなってきました。やっぱそこは技術の進歩っていうか、はい、これは研究しがいがあるところですよね。やってみたいですね、はい、だからカートリッジ、うん、アーム、うん、プレイヤーでこの1個か、はい、これですよ。やるとこいっぱいありますよね。はい、はい、で今日は、トップイングサイバーサンドグループ取扱いの M2 テックから、あ、来た、そう、イタリアのブランドになりますけども、はい、で今までこうジョップリンマーク3っていうデジタルフォノイコっていうですね、はい、これまた面白い機能を積んだ、はい、仕組みのフォノイコライザーがあるんですけども、まあ、それと合わせて、ダックも出たんですね。ヤングマーク4っていう新しいダックが出るんです。いつ出るんですか。11月5発売ということで、はいはい、でこれのコンビの組み合わせでちょっとこれからのデジタルフォノエコというか、はい、フォノエコライザーの新しい世界を探っていこうじゃないかと。わ、最先端っぽい。最先端っぽいってことを言っていこうかなと思います。はい。で、まあ簡単にこう M2 テックの紹介というか、そうですね。はい、まあ、イタリアのピサ、ピサのシャトーの、はい、あそこのピサのシャトーからですね、車で4、5分のところにシャトーがあるんですよ。はい、自分行ったことあるんですよ。今度連れてってください。いや、はい、ぜひぜひぜひ。はい、あのシャルル・ド・ゴール空港から乗り換えで、はい、イタリアピサに行きます、はい、本当に小さいラボみたいな感じなんですよ、はい、で本当に M2 テックのマルコ・マヌータさんっていう人と、うん、それがもう主任エンジニア兼オーナーで、はい、でそこの周りに 2,3 人のスタッフがいて、うん、でもほとんどマルコ・マヌータさんが、はい、エンジニアで作っちゃってる。あ、そうなんですよ。僕ねイメージ的にすごい技術力あると思ってる、ね、多分一番有名なのはハイフェイスっていうスティック型の USB-DDC がありましたけども、まあ、それイメージからどうも M2 テックでデジタルなんでしょうみたいなあの感じなんですけど、あのところがどっこいですね、そのマルコ・マヌータさんってアナログがめちゃくちゃ好きなんですよ。あ、いいっすね。でアナログの技術もあるんだけども、やっぱりあの時ハイフェイス2とかハイフェイスとかが、うん、まあ他にない製品だったので当時は。だってパソコンとつなげて USB でつなげてたじゃないですか、はい、であれでデジタル出しするやつだったらほとんどみんなあれ使ってるやつでしょ。そうなんですか。はい、はい、なので、まあ、そこにやっぱ注目されちゃったんですけど、はい、アナログも大好きで、いいですね。でただデジタルの技術もものすごいので、はい、そこをうまく合体させたのが、はい、ジョップリンマーク3で3代目になるんですけど、はい、ジョップリンシリーズのデジタルフォノイコになるんですね、はい、これですね。おお、これはね、本当に実は関係者界隈でも評判が高いんですよ、うん、そうで仕組みとしてはもうアナログのヘッドアンプがついてて、はい、まあ、HA ヘッドアンプでフォノイコとして、はい、いわゆるカートリッジの電圧というか入力を昇圧してあげて、うんうん、その昇圧したものを一旦デジタルですよ。なるほど。 AD コンバーターだ、 DA と逆ですよね、うんうん、アナログトゥデジタルで AD コンバートしてしまって、うんうん、確かに。でそのデジタルの信号に対して、はいはい、必要ないわゆるリアカーブっていったら EQ カーブ、イコライゼーションをかけるとか、はい、必要に応じてローパスフィルター、ハイパスフィルターとか、はい、そういうものを処理してでデジタルで出すっていう製品です。あ、すごいね。でも先進的でありますよね。そうで内部の、その処理精度は32ビット精度でなおかつ 384kHz ネイティブレートで動いているので、あ、384で384で取り込んで処理してるんですよ、うん、うわ、それすごい、だから全然あのハイレゾ云々とかいう話ありますけど、はいはい、こいつの AD コンバータの性能って、はい、全然プロ機にあの引けを取らないというか。本当そうだね、
じゃあそういうデジタルドメイン使ってやっぱりいろいろやってる。そうなのでやっぱりこれからの時代、うん、あの一級カーブ、いわゆるリアカーブだったり、うん、その補正の精度だったりとか、うん、はい、あとはどうやってその、処理する、うん、結局レコード再生ってイコライザー補正とかもそうですし、やっぱり盤が反ってたりすると、はい、ローパスハイパスフィルター入れないといけない。そうですね、そういうことをやっていくと、うん、どうしてもデジタルのメリットっていうのが出てくるんですよ、うん、もちろんそれを全部アナログドメインで高精度にやろうと思って、いわゆるハイエンド機器みたいなのすごい、はいはい、まあ、ディスクリートで作ったりね、ディスクリートで作ったりっていう、うんうん、路線ももちろんある、はい、でもそうするとどうしても本体の価格ってめちゃくちゃ高くなっちゃう、数百万とかいっちゃいますからね、いっちゃうんで、ね、はい、でそこをそういう機能を全部デジタルにやることによって、うん、音質に本当に、劣化がなく、うん、損失がなくストレートでピュアな音が出せるっていうのが、うん、でしかもこの筐体のサイズ、うん、ちっちゃい、いやちっちゃいし、でもデザインがね、あとさすが M2 テックいいですよね、はい、うん、ありがとうございます、うん、まあ、こういうシステムに馴染むような感じのデザインですね、かっこいい、いいですよね、ありがとうございます、うん、はい、そういうコンセプトで、うん、デジタルをうまくアナログ再生に取り入れてるのが、はい、ジョップリンマーク3、 M2 テックらしいね、ありがとうございます、やっぱり、はい、でもさ、鮮度高いですよね、そうなんですよ、本当、実はね、かなり、そうだ、一旦アナログ信号をデジタルにするってどうなのみたいな話あるじゃないですか、以前はね、 ありましたよ、はい、でもそれもう 6、7年前とかじゃなくて10年ぐらい前、うん、10年前っていうか、ごめん、これ何年前ありましたよね、まあでもやっぱり今でもそういうイメージの方いらっしゃると思いますし、だって今逆に言ったらリンダって、ね、まあそうですね、いろんなメーカーさん、国産メーカーだって、はい、今もうやりだしてて、はい、でそれでいわゆるさっき言ってたアナログで処理することよりもデジタルでやることのアドバンテージっていうのはやっぱり認知されつつあるからですよね、うん、まあ、そうですね、うん、はい、まあ、ただやっぱり少なからず、うん、アナログ信号アナログのままでそのままなるんだからいいじゃないかみたいな、まあ気持ちは分かりますね、はい、そうで、やっぱりアナログをデジタルにしてしまうと、うん、鮮度感だったりとか、うんうん、まあ、あとは攻撃が削れるとか、はい、そういう伝送ロスみたいなのがあるんじゃないかって思ってる方いらっしゃると思うんですけど、はい、これその時菱田さん結局聞いてみてどうですか、ジョップリンマーク3、実はですね、さっきほらこれセッティングした時に聞いたけど、うん、はい、えらく鮮度の高い音出てるでしょ、うん、え、音いいじゃんみたいな、はい、え、これでよくないみたいな、はい、もうすごいいい音出た。でそこに対してそのいわゆる情報量の欠落とか、情報量欠落してくると何悪くなってくるかっていうと、一番やっぱりね、そのアコースティック楽器の質感表現がちょっと一辺倒になってくるところなんだけど、全然そんなの全く微塵もないじゃないですか、うん、すげえ、ありがとうございます、はい、いや、まあ実はデジタルすると、はい、そういうなんか伝送ロスとかあるんでしょと思われがちなんですけど、うん、はい、実は回路的にはすごいシンプルなんですよ。あ、そうなんですか、はい、でやっぱりアナログのこのイコライザーだと、はい、じゃあ入力があって、はい、ヘッドアンプがあったりとか、そこにローパスフィルターのアナログフィルターがあったりとか、うん、で結構部品点数って多いんですよ、はい、中の通るですね、うん、ただジョップリンマーク3の場合はもうヘッドアンプ通したらそのまま AD コンバージョンしてデジタルでデジタルになっちゃしまうので、はい、もうそういうシグナルパス、いわゆる劣化が起きるシグナルパスの長さっていうのはすごく短い、はい、なるほど、なので、逆に鮮度感が良かったりするのかなっていうふうに感じてますね。逆にそのこれ聞いて一回 AD してるって多分思う人これがいいと思うけど、ね、はい、はい、そのくらい素晴らしい、あの鮮度に関しては全く僕は気にならないですね、はい、ありがとうございます。気にならないって逆にアナログでいっぱい畳んで作り込みに鮮度高くなっちゃうし、はい、ちょっとそれごめんなさい、あのちょっと言い過ぎかもしれないけど、うん、はい、で、まあこれデジタルで出力するんですけど、はい、これとペアになるのが、はい、今度新しく11時間ところに発売する、はい、ヤングマーク4っていう、ヤングっていう4世代目、4世代目 M2 テックの DA シリーズですね、はいはいはい、で内部的には結構変わってて、今までバーブラウンのダックチップ積んでたのが、はい、アセヒカセの AKM のチップになったりとか、AKM に変わったんだ、はい、なんで変わったの。音質がいいからという話。あ、そうですか。単純に、はい、でもちろんダックってチップだけの音が変わるわけではないので、はい、それに合わせてバッファー部分もきっちり設計し直して、まあ、M2 テックのマルコマヌータのエッセンスを、投入しているというですね。で、まあ、もちろんフォーマット的には DSE512、16%、はい、32bit 全部対応してるっていう、まあ、スペックはね、もう全然高いですもんね、はい、
でまあ最近そこがスタンダードになってきたっていうところも泣きにしもあらず。そうですね、今はねそのスペックいくつだからってドヤ顔するメーカーもほぼなくなったような気がしますけどね、まあ対応しても標準でしょっていうところで、はいはい、で今回ヤングマーク4に新しく搭載されたのがアイスクエース HDMI での入力なんです。アイスクエースついたんですか。はい、おお。でジョップリンマーク3も実はマーク3になってからアイスクエースの出力がついたんですよ。はい、でこれなんでアイスクエースついたかっていうと、さっきちょっと説明してましたけど、こいつネイティブレートダイオド演算レートが 384kHz が標準なんですね、はい、でも 384kHz で出せる出力デジタル出力って、はいはい、今まで USB しかなかったんですよ、はい、普通になんか SPDIF の同軸とか光とか 192kHz まで、はいはい、で XLR の ACBU も 192kHz までだったんで、はい、今までじゃあこいつのジョップリンマーク3の真の力を発揮しようと思うと USB でパソコンに接続してそれでパソコンを中継させて USB ダックに出力するっていう方法しかなかったんですよね、うんはい、結構面倒なんですよやっぱり、はいはい、なので今回ヤングマーク4に ISQIS の入力がついたことで、ジョップリンマーク3のネイティブレートの 384kHz32bit がそのままダックに出せる。すげえ、それすげえ。え、じゃあネイティブでそのまま出してもロスレスで出せちゃう。出せちゃう。お、それすごい。ね、だ余計なサンプリングレートコンバーターとか、はい、そういう変換をせずに、はい、ダックに送ってダックで変換することができる。なるほど。土方さん、はい、この組み合わせどう思いますか。っていうかね、これこそオーディオ最先端。ありがとうございます。いや、本当に最先端だと思います。うん、だって、384kHz の 32bit のデジタルホロイコで受けて、うん、それネイティブでダックに入れちゃうんでしょ、はい、すごいよね。ちょっと信じられないぐらいのことをやってると思うんですけど。はい、だから本当、フォーマット的には、もう、プロ機と、はい、プロ機の最先端と同じぐらいのことを、はい、で、演算性能的にも、まあ、FPGA で演算してるんですけど、はい、その精度も 32bit なんで本当にプロが使ってるデジタルイコライザーとかと同じような精度で行える。あ、でもね、いい製品持ってきてくれたと思います。これぞね、本当最先端です。最先端ですね。まあ、実際の音どうかっていう。そうですね、はい、で今日システム的には、はい、説明していただけますか。あ、そうですね、はい、はい、ですね、まずアナログプレイヤーなんですけど、うん、レガのですね、あのショー、これもコストパフォーマンスすごい高い、僕結構気に入ってるんですけど、はいはい、いや自分も実は気に入ってて、あ、そうだってね、レガいいよねって言ってね、はい、実は機材ですね使う時に相談してたんだけど、うん、プレイヤー何使うって言ってね、いろんな候補あったんだけど、うん、レガのね、今回はプランナー3、プランナー3、はいはい、を使います。はい、でうちの取り扱いでも、はい、チエンっていうプレイヤーはあるんですけど、はい、あれちょっとごついんで、そう、今回シンプルなデザインで全部まとめるということ。めっちゃかっこいいですよね。かっこいい、もうしかも音がいい、はい、このプレイヤーね、はい、で、そうですね、はい、そこから、受けてジョップリンマーク3に入って、はい、で、アイスケアイスでヤングマーク4に入って、はい、で、まあヤングマーク4バランス出力もアンバランス出力もあるんですけど、はい、今回はアンバランス出力で、はい、リンの、はい、マジック、はい、C6100 ですね。 C6100、 はい、はい、で、これのアンプに入れてますと。で、そう、ヤングマップをダックプリモードで動いていて、はい、このパワーアンプに直で入ってるような状態ですね。そうですね、はい、はい、で、スピーカーですけど、買いました。そう、来ていくじゃないですか、いきなりあるみたいな。あ、そうですよね。そうそう、あのですね、ちょっと JBL、僕もともと 4312E とか使ってて、はい、うん、ちょっとまた原点回帰ってことで、あの JBL のですね、新しく出ましたあの L100 クラシック75っていうですね、はい、モデルを今、はい、それ使って今日は聴こうと思ってます。はい、どうですか JBL。 JBL 好きですよ。本当ですか。自分の親父は JBL 党でしたからね。あ、そうなんだ。はい、で JBL はよく慣れ親しんだ音です。慣れ親しんだ音ですか。はい、じゃあそれ、まあ、今回そういう結構ね、あの組み合わせ的にもね、新鮮な組み合わせなんですけど、はい、まあ、どういう音になるか楽しみです。楽しみですね。はい、だからまず最初にじゃあ、やるのはまずディアで普通の、まあ、レコード、新しめのレコード聴いて、うん、まあ、音の基礎体力、音質的な基礎体力確認して、で次はやっぱりそこはデジタルホノイコの利点、はいはい、EQ カーブをいろいろ選べるっていうところから、うんうんうん、オリジナル版の EQ カーブを、はい、適正なものにというか、はい、まあ聴いて、はい、馴染むものにした時の、はい、
音っていうのを確認していこうかなって、はい、まあめちゃくちゃ実はね、菅沼衆はオリジナル版を本当にすっげーコレクターなんで今日ね実はいっぱい持ってきてもらってます、はい、で僕のオリジナル版も僕も持ってるんだけど全然なんかね数が違う。じゃあ肘が隠してるのがあるでしょ。いや隠してるけど表に出せないのがあるから。そうですけどね、それでもちょっとね若干圧倒されてるからっていうところもあるんですけど、まあオリジナル版も聞いて、まあ EQ カーブの差もね、ちょっと俺聞いてみたいなっていう確認してみようかな。はい、はい、思います。まあいろいろ多機能とかいうデジタル EQ で、はい、いろんな EQ カーブを聞き比べられるっていう話をしましたけども。はい、いやまずはね、まずはそもそもリアカーブで、はい、普通の LP がどう普通の LP、はい、普通の LP リアカーブの LP はどういう音になるのかっていうところが重要ですよね、はい、でやっぱり、ね、ということでちょっとミーハーな有名版はいはいはい、はい、でも音結構すごいいいじゃないですか、うんうんうん、はい、ジョン・ウィリアムズのですねこれね、そうこの前のデータライブ版はい、はいはい、インフィールドですね、やったこの映画音楽をいっぱい、もう散りばめたね、どんどんジョン・ウィリアムズ自体が指揮をした、そうです ね自作自演っていうこ、ね、はい、はい、これをちょっとかけてみましたが、うん、音出た瞬間おおって感じだったんですよね、うん、はい、すごくないこれ、いやすごい、うん、十分だなっていう、十分ですね、過不足ないなっていう印象でしたけど、あ、俺ねもっとそれ以上に俺感動して、はい、まず感じたのはまずプランナー3すげえ、あー、はい、そう、値段安い。本向きですからね。そう。セッティング1時間全然かかってない。本当に30分くらい。いや、ほんとセッティングだって、あれですよ。だって、置いて、写真が調整して終わりで、で、水平だけ、うん、菅沼さんのあの、iPhone 使った。そう、アプリで見ただけ。はい、なんとアプリで見てしまったっていう。大丈夫かなと思ったら、素晴らしい音が出ました。もう上下のさ、まずレンジ広。すごいですよね。広くない、でもこれはここで、そうですね、で分解能めちゃくちゃ高い、うんうん、もうびっくり、実はですねこれ JBL のこのスピーカーでクラシック聴いたので僕初めてやったんですよ、はいはいはい、え全然いけんじゃんみたいな、分解能すごいし、うん、あとやっぱり鮮度が高い、うんうん、音がね死んでない、うん、ガーンって出てくるから、うんうん、これとんでもない音を僕ね結構今日聴いたと思いますよ、はいはい、ありがとうございます。どうでした？いや、自分も同じ印象で、はい、まあ、やっぱり、はい、あのデジタルだからとかアナログだからっていうのは、うん、もう完全に先入観であって、はい、実際出てくる音を聞くともう全然イケてる音っていうか第一線級の音がするなという印象です、うん、出音考えるとこの組み合わせすごいと思う、うんうんうん、ありがとうございます、はい、かっこよかった音、ちょっと感動しちゃって、ちょっとね、あの止めたくなかったです。そうですね。永遠と聞いてたい。うん、これなんかさ、なんかドーンってくるクラシックはまずもう全然いけない。そうですね。はい、まあ、あと、はい、あの言うのであれば、はい、まあ、M2 テックって、はい、まあ、イタリアのブランドだけあって、はい、あのクラシックがやっぱり聞いてて気持ちいい音がするんですよ。気持ちいい。艶やかですよね。うん、そうなんですよ。まあ、特に、まあ、はい、今回、原物というか、お獣でしたけど、はい、オペラの国なんでイタリアって、はいはい、やっぱり女性ボーカルソプラノ系ののが、はい、よく出る、はい、艶っぽい感じで出る、あ、ね、それやっぱり映ってくいいとこですよね、はい、まあ、そこが共通したキャラクターです、はいはい、まあ、ね、本当お世辞抜きでもうめちゃくちゃ良かったです、ありがとうございます、はい、じゃあ次は基礎体力というか、はい、基礎体力はもう OK だな、まあ、リアカーブは普通にいい音で鳴ると、はいはい、でそしたら EQ カーブ試しましょうか。試しましょうかっていうところで。はい。はい、いっぱい版持ってきましたよね。持ってきました。でもそもそもなんか EQ カーブって何なのっていう話、はい、しましょうかね。いいですね。そう、なんかこんな昔の雑誌が。はい、あれこれ本物？本物です。1954年の3月号ですかね。お、はい、はい。よく手に入ったんだ。まあ、1954年の3月って何かって言ったら、はい、いわゆるリアカーブっていうのが策定された年なんですよね。はい、で、それ、リアカーブって、そもそも EQ カーブってなんでレコードに必要なのっていうと、はい、まあ、簡単に言うと、うん、あの音をよく、刻むためには、そうですね、はい、あのそもそもフラットには刻めないから、はい、あらかじめあの特定の、EQ カーブというか帯域補正をかけてカッティングすると、うん、まあ、簡単に言ったら帯域は少なめにして、そうですね、その分ね、こう肺がね、はい、まあ、上がった状態で記録させるわけですよ。そうしないと限られた盤面を全部使い切れないからね。そうです。定期は振幅が激しいんで、それをそのまま記録しちゃうと、もう全然ね、あれ足りないですよね。足りないということで。はい、で、それで再生するときには、はい、それと逆特性で、はい、つまり定期を大きくして、うん、こう域を小さくして、再生しないといけない。はい。というのが、まあ、
簡単というか、はい、まあ基礎の基礎なんですけど、問題は定義をどんだけ小さく、まあ、大きく、はい、まあ、どんだけ小さくして刻んで、どんだけ大きくして再生するか、その幅ですよね。そうです、はい、それが結局リアカーブっていうのは、はい、あのみんなでこれまでバラバラだったからリアカーブっていうのを作って、うん、こうリアカーブの特性でみんな統一しましょうねっていうのが、以前はその会社ごとにね、そうなんですとかグループごとにバラバラな、要するにハイを何デシ上げて何デシ下げるとか、うんうん、ローを何デシ上げて何デシ下げる、当然それ上げた分だけ同じ量で下げないとバランスは取れない、取れない、はい、で各社バラバラだったんですよね、はい、はい、それを、リアに統一しようっていうふうな話になったんですけども、はいはい、じゃあ本当にすぐに統一したのかっていう話があるわけですよね。統一した1954年54年には、まあ、一応統一しましょうって話になって、はい、まあ、いわゆるリアっていうリアカーブっていうのが策定されて、はいはいはい、皆さんに周知したと、はい、でちなみにヨーロッパには1958年とかちょっと時差があるんですけど、はい、まあ、それでもステレオレコードが発売されたのが1958年、はい、59年頃なので、はい、もうその頃にはもうリアカーブはまあ共通認識としてある存在していたものなんですよね。でも実際聞いてみると、うん、もちろんモノラルの古いレコードはリアで聴くとダメっていうものもありますし、はいはい、うんうん、ステレオの例えば58年以降のものでも、はい、そうね、どうなのかなっていう番がある。その年を境に全部スパッと変わったかっていうと、いやそれ今やっても多分できないと思う、うん、今やってもできないですよね、うん、今やってもできないと思う、うん、だから当然そのリア策定以前はベストなカーブで、その各社別々のカーブがあって、だからそこに関しては僕もベストなカーブで聞くべきだと思ってて、うん、でじゃあただ問題はその後ですよね、はいはい、もうみんなリアに策定されたと思われていた時代のレコードを、はい、じゃあどのカーブで再生するのがいいのかっていう話になってくるわけですね。そうですよね、うん、まあでも、はい、好きなカーブで EQ カーブで再生するのがいいんじゃないかというふうに思いますけどね、はい、結局、うん、再生って結局自分が満足すればいい話であって、そうですね、うん、僕は個人的にはやっぱりリアカーブっていろいろ云々言われてるんだけど、自分の耳とシステム信じたいな、うん、はい、そうですね、はい、まずだからまずはだからそのシステムがちゃんとした音を出してて、うん、まあ、その上であればもう自分の耳で聞いてみたい、はい、はい、でそう、ジョプリンマーク3はですね、はい、もうリモコン一つで簡単にこう、はい、切り替えができるんですよね。なるほど、だからよいしょ、青井さん、来すぎましたで、これで、はい、リア AES とかエンジェルとか何種類あるんですか。LP と、はい、SP と、はい、でオープンリール用のカーブがあるんですけど、はい、LP 用だけで、27種類あ、やっぱりここね、デジタルでできるのはここに強みがあるでしょ。そうなんです、デジタルじゃなかったらっていう話になっちゃうわけですよ、どんだけリレーが中に入って、はいはい、いわゆる抵抗とコンデンサーがどんだけペアでないといけないのって話になってしまうので、はいはい、やっぱそこはデジタルの強いところですね、はいはい、じゃあそこでじゃあ実際に聴き比べてみたい、はい、うん、今日は何聴きますか。いっぱいあるからな。そう、いっぱい持ってきたんですよね。ちょっとだから本当にリアなのかみたいな話で言うと、はい、まあデッカ、はい、まあ、ちょっとこれアメリカに輸出版した、はい、やつでロンドンレーベルにはなってますけど、はい、デッカは1955年に、はい、リアにしたっていうふうに言ってるんですよね、はい、でも元々 FFRR っていうカーブなので、はいはい、どうなのかとかですね、うんうんうん、あとはコロンビア、はい、おこれあれババこれなかなか結構高くなかった、まあ、結構高かったね。いわゆる初期版ですよね、はい、レーベルが、はい、青色のサウンド再生率だけで何も書いてないっていうやつですけど、はいはい、これも結局コロンビアは、リアって実は RCA ビクターが主導のものだったんですよ、はい、でコロンビアってライバルじゃないですか、はい、うん、どうなのみたいな話すぐに変えたのかすぐに変えるのかっていう話ですよね、はいはい、で、まあ、あとはみんなご存知、コンテンポラリーレーベルのあれアウトレッパーの多分ジャズ5枚だけ選べとか言われたら結構入ってくる、ね、出てくるようなやつとか、ね、超有名版いろいろ持ってきましたよ。すげえなこれ、
え、これ持ってきたの、あれしかも、あれプロモだ、プロモとか書いてあるんですよ。てかこれプロモだ、プロモ版、はい、プロモ版、プロモ版と、はい、あとはなんか、まあおグラモフォンの 赤ステでステッカー付き、チャイコフスキーの4番、はい、ブラビンスキーの、はい、レニングラードフィルのやつですよね、はい、まあみんな大好きなやつですよね、はい、あこれ SLPM の138の657か57、はい、なので、はい、でここら辺はもう全然わかんない時代ですよね、はい、でまあ これって456ってあるんですけど、はい、4556と全部オリジナルまで持ってるんですけどなんかもういろいろ出てきますよ、しかもなんかみんな手取りなのこれそう、まあ、あとはあれ持ってる、ジョー・コルトレーのバラとか、あれなんかこれ自分の自慢大会になってきちゃってましたけど、すごいすごいまあまあまあいろいろ持ってきたんですげえな、リアでいいのか、はい、それとも違うかが実はハマってるんじゃないかみたいなことを、はい、聞いていこうかなと、あちなみに自分もちょっと、ヒロさんもそう、ヒロさんのプロフィールからちょっと持ってきてください、はい、ちょっとね、菅沼氏 のコレクションからするとあれなんだけど、まあ、じゃあまずは僕はね、やっぱりあのジャズが好きなんで、はい、ブルーノートのソニー・ロリンズ、ニュークスタイムですね、うん、まあ、これは、オリジナルのものです、はい、4001かな、うん、に発売されて、あ、ごめんなさい、カタログナンバーが4001ですね、うん、まあ、これ、ブルーノートはね、やっぱよく言われますよね、言われますね、嫌、はい、なのかどうなのか、嫌なのかどうなのか、はい、まあ、あとはじゃあ、すみません、ちょっと今回ね、ミーハーな選曲だけど、いやいやいや、まあ、でもこれもカインド・オブ・ブルー、うん、はい、有名ですね、超有名か、はい、コロンビア、はい、まあ、ものです。これもものですね、うん、はい、あのね、ちょっと今日ケニー・バレルのね、あのステレオ版ちょっと裏にあるんだけど、ちょっと後で出そうかなと思ってます、はい、まあ、そうだな、あとはここに付箋もしかも貼ってあるけど、まあこれですよね、うん、まあ僕も赤ステは実はですね、結構こそこそ集めてて、うん、ほんとこそこそです。でもね、僕ね、実はね、結構メーカーさんにあげちゃったんですよ。そうそうそう。で、ちなみにさ、赤ステっていうのは、はい、あのドイツグラモフォンの初期の、はい、レーベルで、はい、ここにステレオで赤レーベルなんかバックで付いてるものをこう赤ステっていうんですよね、はい、赤のステレオだから赤ステっていうんですよね、はい、赤ステね、そんな高くないしね、そうだね、意外と安い、まあ、デッカとかになってくるとさ、高くてさ、もうデッカ、ED ウンチャラとかなんか専門用語がバンバン出てきますけど、そう、ED1 とか高いですよね、はい、そうなんです、でもまあこのあたりをちょっと菅野さんと一緒にちょっと聞いてみたいと思います、はい、じゃあいろんなオリジナル版をいろんなカーブで、はい、EQ カーブで聴いてみましたけど、聴きましたね、面白かったですね、やっぱりね、違い、いろいろ思うとこありますよ、うん、いやもちろん、うん、EQ カーブ変えれば音が変わるのは当たり前なんですよ、帯域バランスが変わるんで、はい、でもそれがこの音楽 に、はい、に合った変化をしてるのか、それともリアが一番いいのかって、まあいろいろ人によって意見が分かれるところですね。そうですね、うん、まあ、EQ カーブに関しては本当にいろいろな考えをやっぱり考えとかね、意見がやっぱり出てるんで、うんうん、まああくまでも今回の、今から僕たち話す印象はまずこのシステム、今回はこのシステムで聞いた、僕の環境で聞いた、僕の耳で、とか菅野さんの耳での印象、うん、そこを前提にお話ししたいと思う。だから正直言えばこれが絶対じゃないかもしれない。かもしれない。かもしれない。だけど、まあ、このシステム結構ちゃんとなってたんで、はい。じゃあその上で、まず1枚目に聞いたのは、そう。はい。皆さん超おなじみ、アートペッパーミーズ、はい、ザ・リズムセクション。聞いたなぁ。はい。1957年のコンテンポラリーレーベルですね。で、プロモーショナルコピー。ノットフォーセールと書いてあるという、いわゆるプロモ版って言われるやつですね、はい、はい、版質もめちゃくちゃ良かったですね、これこれ良かったですね、これ自分の私物ですけども、はい、で聴き方としては最初にリアで聴いた後にその後、これのカーブ、これの一応正しいと言われるカーブで聴いたですよね、うん、はい、で最初まあリアで聴いて、はい、まあ、リアで聴いた時、うん、まあこんなもんかっていう感じですよね、まあでも正直言えば、リアで聞いたら、これ外れ版だなと思う。そう。ちょっと擦り切れてねえかみたいなね。そうそう。プロモ版ってこんなもんかみたいな感じになっちゃいますよね。あ、そうね。プロモ版ってことを考えると、ちょっとあんまり、なんかパッとしないっていうのがやっぱり、しっくりこないっていうのが、うん。あ、そう、しっくりこないっていうのが。そうでしたね。はい。はい、で、結局、コロンテンポラリーレーベルって、うん、あの諸説あって、はい、AES カーブとか、はい、ナブカーブとか、はい、たまたコロンビアカーブとか、はい、いろんな説があるんですけど、はい、まあこの版に限って言えば、まあ、コロンビアかナブだろうということで、はい、ちょっと2つのカーブを比べてみました、はいはい、どっちがしっ
くりというか、まあ、リアはまあ正直言って、いまいち。リアはね、本当にさっき言った通り、なんか違和感があるんですよ。うん、しっくりこない。うん、それ、コロンビアがナブに比べて。あのね、これ、本当に、まあ、今回の環境っていうのはさっきも言ってるんですけど、全然こっちがこの場合に関しては正しいと思うよ。うん、もうコロンビアとナブってどういうふうな違いがあるかっていうと、うん、定期のいわゆる増幅度がちょっと違うだけで、うん、まあ基本的に特性は一緒なんですよね、うんうんうん、なのでやっぱ定期ってレコード再生非常に難しくて、はい、定期の出方っていうのがシステムによってゴロゴロ変わっちゃうかなり難しいですね、うん、なのでまあもしかするとコロンビアの方がいいシステムもあるし、うん、ナブの方がいいシステムもあるかもしれないけども、うんうんうん、まあ少なくともリアよりかはその2つのカーブの方がしっくりしてた。そうですね、まあ当然あの待機バランスは全然変わってきます、うん、で変わってくるプラスやっぱりね浸透力がね音楽の浸透力が本当違うんですよ、うんうんうん、で僕は個人的にはその、まあ、ナブか確かにコロンビア、うん、でコロンビアの方がちょっとハイファイに聞こえますよね、うん、そうですね、うん、でナブの方が落ち着いて聞こえるけど例えば楽器の質感とかそのあたりがとにかくリアの場合はやっぱりねちょっと表現がね弱いんですよ、うん、そうですね、浸透してこない、うん、でそれに対してナブとコロンビアだと本当にこうしっくりくるパッとした瞬間、まあ、まあ正直言ったら今のはちょっと控えめに言ったけども全然音楽性正直違ってました、うん、はい。でもコロンビアがやっぱりハイファイでしたよね。そうですね、うん、まあちょっと自分はコロンビアだと上ずって聞こえたかなっていう、はい、うん、感じもしました、はい、ナブもありかな、うん、ナブだとちょっとね定期ちょっとどんどん言い過ぎなんで、はい、どっちかっつったらコロンビアかな。ちょっとこれは判別つかないけども、うん、まあ少なくともリアじゃないなっていう感じ、うん、それは僕も思いましたね、うん、もうめちゃくちゃハイファイになります、うん、この版だからこれこそプロモ版ね、そう、うん、っていう感じですよね。そう最初からこれでかけてたら、はい、多分あこの版買ってよかったと思うけど、まあ正直これリアで聞いちゃうとね、うん、俺はヤフオク行っちゃうかなみたいなそういう差があります。はい、次にちょっとジャズばっかりもっていうことで、はい、あ来たサイモンとガーファンクルのサンズオブサイレンス、随分違いますよね、うん、あこれ何年発売でしたっけ。これがですね、はい、1965年かです、ね、ってことはでもあれ54年にあれしてるんでしょ。そうですね、まあ、11年後ですよ。11年後だから通常であれば当然変わってて、うん、もうおかしくないね。おかしくないですね。当然ギアじゃないかって言われるしかもこれステレオ版ですからね。ああじゃあね、はい、リアだと思いますけど、リアだと信じたかったがこれ結構違うよ、うん、まあ、それリアだとやっぱり上ずっちゃうし、いやだってねやっぱ男子のこの声、うん、やっぱり声男性のボーカルのやっぱり声が全然深みない、うん、リアだと、うん、で全然浸透染み込んでこないです。待機バランスって言っちゃうと簡単なんだけど、そんなもん別に待機バランスだったらどうにでも変えれるじゃないですか。そこじゃなくてね、本当に音楽的な表現力が結構違ってきて、で僕もこれねリアじゃないと思う、うん、うん、で結局コロンビアレーブルなんで、はい、コロンビアに変えて聞いてみましたけども、はい、コロンビアカーブってことですよね。コロンビアカーブですね、はい、だちゃんとその一番大切な声の、まあ、中要するにミッドの部分の表現力がもう全然違います。そう、もう聞き比べちゃうとこう一聴瞭然じゃないですけど、うん、もうリアは本当に通り一辺倒な曲に聞こえちゃうんですよね、はいはいはい、やっぱコロンビアカーブの方が音楽的に、そうリアだとね、うん、喜怒哀楽がやっぱり声の喜怒哀楽が出なくて、もう一辺倒にただ歌ってただ曲が流れてるだけぐらいな、結構これも歴然とした差があって驚きましたね、はいはい、ちなみにこれはまあ、いわゆる初期ジャケットで、はい、まあ、とも 1A1A という、そうだね、でかけた瞬間さ、うお音いいねってそのねコロンビアに変えてかけた瞬間、ね、すげえ音いいねって言ったのを今思い出した。そうそうで自分も2、3枚、あ、3、4、4枚かけてみます、はい、言うと、はい、このまあモノとか、はい、A 版とかイギリス版とか除いて、はい、アメ版のステレオで4枚ぐらい持ってるんですけど、はい、AA ってすごいですよ。 1A1A はプロモ版より実は若いんですよ、なぜか。あ、そう、プロモーションコピーってサンプルとか入ってるやつよりも若くて、はい、でもその鮮度の高さっていうのが、うん、まあ、もともとこの M2 テックのさっきそのリアで1枚目聞いた時に鮮度は高いなっていうこの組み合わせ思いましたけど、
それに加えてやっぱり表現力がもうぐっと上がるから、しかもこれ 1A1A ね、はい、これ良かったな。そう、オリジナル版持ってるならやっぱコロンビアカーブで聴いてほしいなっていうのはありますね。そうですね、僕もねこれはコロンビアだと思う、聴、うん、いた感じしっくりくる、とにかく、はい、で次はひさんのお持ちのジャージということで、はい、ブルーノート、はい、はい、ミックスタイムですね、ソニーロリンズ、まあ、4001です。で僕この版はすごい思い入れがあって、はい、でも音良かったですよ。良かったですね。これね、あの実は僕ね3回ぐらい実は買い直してて、で実はねこれね2回買い直してて失敗だったの。まあブルーノートって版質結構ひどいものありますからね、バラバラですからね、うん、あのオリジナル版だからってやっぱり音がいいっていうのはほんとなかなかなくて、うん、で実はただねこれね僕とある方からプレゼントされたやつなんですよ。あ、そうですか。そう、はい、でこれ多分この音の出方ねめちゃくちゃ鮮度高いん、うん、で鮮度高いんだけど、今回ねやっぱり AES、 そうブルーノート AES カーブっていう風に言われてますよ ね、はい、でリアプラス、あ、じゃあリアで最初聞いてその後 AES、うん、でブルーノートはですね、まあこれはもう諸説ありますけど、まあ、プラス逆走って言われてるじゃないですか、うん、そうですね、はい、で、聞き方としてはリアで聞いた後にまず AES で聞いて、うん、でその AES の後に、ダックの方、そうヤングマーク4に清掃逆走を切り替えるフェーズのスイッチがあるんで、はい、フェーズインバートの機能があるんで、はい、インバートして逆走で流したっていう順番ですね、はいはい、で3タイプ聞いたんですけど、うん、まあ、あのリアで聞くですね、まあ、そういうのに、ただこれ番質すごいいいでしょ、いいから悪くなかったです正直言ったら、うん、まあ、ピンときてね、やっぱ当たり前違うでしょ、分かりますみたいな。本当にね、あの実はとあるメーカーの人からこれね、デモで貸せべって言ってるんですよ。そうそう、アナログプレイヤーの音よく聞こえるからって言われたぐらい、バランスいいやつなんですけど、まあ、悪くはなかったです、うんうん。で、それがやっぱり AS で聞くとね。まあ、この時代、空気感というか、はい、空間表現、そういうものが入ってんだなって。っていうのはよくわかりますよね。記録されてますよね、うん、でただねこれねやっぱりブルーノートの AES に関してはね、僕も何回もやっぱりいろんなホノイコライザーで確かめて聞いてるんだけど、いわゆるみんなが僕たちが思ってる、まあ、僕なんかまだ浅はかですよ、ジャズ聞いてるね大先輩がいっぱいいるわけだけど、僕なんかが聞くと要するにブルーノートサウンドってやっぱね、僕たちが聞いてるやっぱブルーノートサウンドってやっぱりそのいわゆるリアで聞いたやつ、うん、やっぱり印象そういうだからめちゃくちゃ悪いわけじゃない、あのブルーノートに関してはリアで聞いても、はい、ただそこを AS に変えたことで急にねやっぱりその音楽的なね深みが出てくるのと、うん、それとですね、実はブルーノートに関しては先ほど言った逆走説があって、でただ AES に変えただけだったらリアもね結構いいなと思う、正直言えば僕はそう思うんですよ、うん、ただここに対して逆走 AES プラス逆走したら僕それこそがねやっぱ一番よく聞こえる。なるほど。だからただ AES にするだけじゃなくて、ぜひなんかこれを見た方は、まあ、例えばカートリッジのね、血栓変えたって逆走になるし、うん、はい、まあ、いざとなればスピーカーの血栓変えたって逆走できるじゃないですか。できますね。だから AES プラスちょっと逆走で聞いてみてほしい。で今回出た音でベストだったのは AES プラス逆走でした、はい、だから定義のね、そのやっぱり塊、その定義のやっぱり速度とかその立体感みたいなやつはやっぱり逆走の方が良かったな、うんうん、そう逆走っていうと、はい、まあ、今回改めて聞かなかったですけど、はい、あのグラムフォンのいわゆるアカステと呼ばれてるやつも逆走って言われてますね、はい、うん、で、まあ、あとデッカも実は初期版は A デッカ、はい、イギリスの A デッカも逆走って言われてる版があったりします、はい、本当難しいね、ただすごい良かったですね。そうで、ただその逆走運動カーブ運動もそうですけど、はい、やっぱり聞き比べないと分かんないんですよ。そう、その場でね、その場で、うん、しかもね、ある程度やっぱりシステムがちゃんとなってることは俺はちょっと言っておきたい、そのなってるところことが前提としておきたい、はい、そのいや当然その今日聞いたやつがね、その皆さんにお聞かせできてないけど、まあ、そこそこよくはなってたと思うんですよ、うん、あのスピーカーもいいし、アンプ、うん、アンプもねちょっと相性良かったし、うん、このリンのアンプも、ね、意外と相性良かったので、良かったですね、はい、で、まあ、フロントもしっかりしてるシステムで、でもちろん当然待機バランスとかに関しては通常で鳴らした段階でしっかり整えてるんで、ある程度差は出やすかったと思うんですよ。だからそういうまずしっかりしたシステムで聞き比べてほしい、はい、で、まあ、ジョプリン、マーク3、ヤングマーク4は、はい、本当にリモコンで
簡単に、はい、じゃあ逆寸の切り替えとか、はい、カーブの切り替えできますからね。そう、それあっという間に変えれるんで、ね、本当にもう秒でね、変えたり戻したり何回だってね、1曲のあたり1曲に通してもう LP1 枚通して何回もこう変えて聴けるから、やっぱりその分かりやすいですよね。分かりやすいですよね、うん、で、最後に、はい、超有名版のあ、はい、マイルス、はい、カンドブルーですね。そうですね、うん、1959年かな、はいはい、CL1355 のモノ版です。はい、はい、これも結局1954年以降なんで、本来であればリアカーブっていうのが自然ですけども、通常であれば5年後か5年後ですね。ですよね、うん、これに関してもね、まあ、正直最初の要するに要はまあこれ B 面の一番最後の曲聴いてるんですけどね、はい、ミュートトランペットの音がリアだともう絶対おかしいよねっていう、うん、もうめちゃくちゃ神経質になっちゃうんですよ、うん、こんな音なのっていうなっちゃいますね、うん、ミュート最初のイントロのミュートトランペットの音でもう全然違うんで、うん、でそれをいわゆるコロンビアカーブにすることで、あ、これ絶対マイルスのミュートトランペットこっちだよねっていうような、まあ単純に言ったら上ずってね、リアだと単純に上ずって全部上ずって神経質に聞こえちゃうものが、そのしっくりくる、まず帯域バランスに変わる、うん、やっぱり帯域バランス変わると楽器の質感表現全然違ってくるんで、本当楽器のちゃんと音がしましたよね、コロンビアカーブ。そうですね、うん、で途中曲途中から出るコートレーンのサックス最高だったでしょ。最高だ、そうだから、あえて要するに浸透力が本当に違ってくるんで、本当大切だと思う。そのあくまでも今回はうちでの感想だけど、この感想だけで言えば本当にその正しいと言われるカーブを一度やっぱり試してほしい、うん、はい、あえて僕はどっちが正しいかとかは言いたくありませんけど、聞いてほしいですね、はい、ぜひ、うん、聞くべき、そのやっぱりオーディオファイルって試す、しかもまあ本当にね、ここで僕はそのセレギンをね、あんまり今回僕たちのこの動画のコンセプトってあくまでもセレギンはそれを今回のその僕たちの欲求を満たすための道具であって、製品をあの前面に出して宣伝することではないんだけど、うん、それでもこのやっぱりダックのいわゆるその鮮度感の高さとか、あと利便性とか、あとやっぱりこの最後に聞いたカーブのこのインパクトっていうのは、やっぱりちょっとこれ使ってちょっと聞いてほしいなっていう、ちょっと貸し出し可能なんですね。一般にはやってないんですけど、はい、まあ、いわゆるお店から、はい、専門店さんから要望いただければ貸し出しますので、はいはい、お近くのオーディオ専門店にご相談いただければと思います。ちょっとこのセットでね、聞いてほしいですよね、はい、うん、あのケーブルも貸してくれるんですよね、 HDMI ケーブルHDMI ケーブルもつけます、はい、のでちょっと聞いてほしいです。それでやっぱりオリジナル版、あの僕つむるまさんはなんでオリジナル版集めてる、僕はもう音なんですよ。いや音ですよ、やっぱりでしょ、やっぱハイレゾとかレコードとかって、はい、みんな再生方式にこだわりますけど、はい、自分はその音楽が一番、はい、なんですかね、音質を発揮できるというよりも、うん、まあ一番なんていうんですかね、はい、劣化の少ない方式で聞きたいんですよね、はい、うんうん、でそうするとなんかテープとかってオープンリールっていう話もありますけど、はい、あれは劣化がすごい早いんで、うんうんうん、やっぱり塩ビ版に刻んだ LP のオリジナル版が最近の復刻よりも鮮度が高い音がするんですよ、ね、まあほぼそういうことが多いし、うん、そうだから気をつけてもほしいのは、まあここもはっきり言っちゃうけど、いわゆるリマスターに関しては、うん、あのさっきねちょっとアートペッパーほらリマスター版を聞かせてたじゃないですか、はい、でやっぱりねその音色で迫力を出すとか、それはもうリマスター版は結構当然そういう方向に持ってって、それはそれで音色だけで聞くといいけど、ただ実際に楽器の生々しさとかドラムの立ち上がりとかドカンとした立ち上がりプラスその質感に関しては、やっぱりオリジナル版のこのピチピチのね音がいいマスターテープから直接やっぱりそういう刻まれたオリジナル版のやっぱりアドバンテージってすごい大きいんですよ、うん、だからそれで聞くなら そこでやっぱり音質を、僕もそうなんです、僕もねやっぱりねどっちかっていうとこれはねなかなかあの否定、もしかしたら否定されちゃうかもしれないけど、そのいわゆるジャケットのことよりもとにかく音なんですよ。そうですね、うん、それで考えた時にぜひやっぱり一回は試してほしい、適正と言われるですよ、あのイコライザーが本当のことはわからないにせよ、まあ今回のね視聴した結果はそう、はい、もうまあ言うなればアナログが全部いい、あの1級カーブ変えるのが全部いいっていうわけではなくて、うん、それぞれ適正なものを
選ぶのが、はい、オーディオの面白いところであってビタッとハマったりとか、そう、ね、本当のオリジナル版の音を引き出したっていう時の、なんていうの、快楽じゃないですけど、うんうんうん、でも言えぬ感動みたいなもの、はい、っていうのをぜひ味わってほしい、はい、そうですね、今日その感動がありましたよね、もう最高だった俺、あ、うちのシステム JBL すげえ良くなってんじゃんっていうもう嬉しくなっちゃうようなですね、うん、音を出せました。ただ本当にそのオリジナル版に関してはそれはあのカーブを変えた時の音だったっていうところは、あの正直にお伝えしておきたいと思います。はい、はい、じゃあ今日はありがとうございました。いや、良かったですね、うん、だから本当に今回はね、本当にオーディオ最先端、だからアナログ再生のね、結構ね、カッティングエッジなことをやったと思いますけど、うん、ちょっとこの音はね、やっぱりみんなにも聞いてほしいなっていうね。はい。はい。ぜひ、デモ機はありますので。あ、本当に聞いてください。はい。もうそれで逆に楽しみにね。で、逆に、すごいみんながどういう印象、今回僕たちが感じたような印象を持ってくれるとは思うので、うん、ぜひちょっと確かめてみていただきたいと思います、はい、あとこの2台はすげえ音がいい、そう、はい、マッチングも含めて、はいはい、でももちろん単体でお好みのダックを使ってもいいし、はい、もしくはこのヤングマーク4を、はい、まあ、USB ダックとして使うことももちろんできる、はい、USB 入力もあるんで、はい、まあ、あとは USB ダック AB、CBU とかデジタル入力もあるんで、そういう使い方もできる、まあ、今回はセットで組み合わせて M2TECH のコンビネーションで、はい、これぞという音を出しましたね、出せましたね、はいはい、本当にありがとうございました、ありがとうございました、はい、で次回も、オーディオ最先端、お楽しみ、次回もやりましょうね、やりましょう、ちょっと最先端的なことを、はいはい、試したいと思います、はいはい、じゃあもうご視聴ありがとうございました。